お部屋の紹介です。今日泊まるお部屋は、ここになります。今日もマリオットボンボイの、マリオットボンボイのプラチナ会員の特典でアップグレードしてもらいました。と一番安い部屋を予約していたので、多分低層階だったと思うんだけど、高層階にアップグレードしてもらうことができました。そして今日の部屋はこんな感じの部屋です。ここに荷物置き場があって、オープンクローゼットになってます。そしてコーヒーの機械。あとここにいろいろね、コーヒー、お茶のティーバッグがあったり、あとお水と、あとこれは除菌液のスプレーが置いてあります。そしてここにカップとかコップ類が入っていて、ここは冷蔵庫です。何も入ってないです。そしてこっちにポットとかアイスペールが入ってます。そうだそうだ。この荷物置きの下に引き出しがあって、で、ここにパジャマが入ってるんだけど、こんな子供向けの子供用のパジャマ、かわいいパジャマも入ってます。ファミリーの人にはとても喜ばれると思います。そして、ここに、すごい、結構大きいな、これ。すごい大きいテレビがあります。あとは、ここにコンセント類があって、で、この、ローズのアロマと、このアロマポットが、置いてあったので、早速、ローズの精油を垂らして、炊いているので、すごくお部屋がいい香りになっています。そして、今日は、ツインベッドのタイプになっていて、で、ここに、これソファーベッドじゃないかな？多分3人泊まるときには、これがベッドになるソファーベッドがあります。そして、こっちに一人掛け用の椅子とテーブル。そして、またまた今日の景色が、最高です。今日の景色はこんな景色です。あ、今日は沖縄3泊目のホテルなんだけど、今日のホテルも最高の景色です。こう開けると、よいしょ。椅子とテーブルが置いてあって、すごーい。
今日もとってもいい景色です。なんかだんだん海に近くなってる。昨日もシェラトンに泊まって海沿いだったんだけど、今日はこんなもう真下まで海が来てます。でこの方角だと夕日が綺麗に見えるみたいなので、ちょっと夕方サンセットが楽しみです。入り口を入って左側にトイレがあります。入り口入って左側にトイレがあります。そしてここに洗面所があります。で、ここはなんかすりガラスになっているので光が入って明るいです。あ、この鏡女優ライトみたいになってる。そしてここにアメニティがいろいろ置いてあります。で、あ、またこのハンドウォッシュタイプだ。フェイス&ハンドフォーム両方使えて便利です。石鹸も置いてある。ロクシタンの石鹸も置いてあります。そしてドライヤータオル類がここに置いてあります。そしてここ、あれ手前か、どっち、こっちか。ここがお風呂です。お風呂もすごく広くてゆったり入れそうなお風呂です。で、シャワーも一体化なので使いやすそうなお風呂です。あ、このお持ち帰りじゃなくて、こういうね、ちっちゃいタイプのボトルもあるし、大きいタイプのボトルもあるので、使いやすそうです。こんな感じになってます。アイロン台もあります。アイロンもあります。そして、スリッパと、で、やっぱり、この、ビーチサンダル、があるんだけど、これは、お持ち帰りはしないでくださいって、書いてあります。そうそうそう、そしてね、こんな可愛い子供用のビーチサンダルもあります。すごい可愛いです。持って帰りたくなっちゃうけど、これもお持ち帰りはしないでください。
ここに多分イルカがいるんじゃない？あ、そうか。ここに多分イルカがいるかも。そこからちょっと橋の上から覗く。ここじゃないのかな。違うのかな。あれ、ここじゃないの。ここら辺っぽいよね。でもいないね。あ、いた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 。やっぱいるんだ、ここに。すごい。いるよ。あー、いたいた。すごい。あー、いた。いるわ。いるいるいる。あ、いるいるいる。いるいるいる。で、多分中に入るのは、じゃあお金払わなきゃ入れないのかな。そのイルカと戯れるのもできるみたいで。あるよ。汚い。あれ、何あれ、あ、なんだ、鎖だった。あ、本当だ。